マジで。アッコちゃんこんなんだよ。頑張っても。イエーイって。どうしよう。これかわいいな。待ち受けにする？はいはいはい、かわいい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 。2歳でちゅねー、かわいいでちゅーって、はい、なんかいら、はいはい、え、もう始まってるんでしょ、はい、まだ始まってます。開けなや。今日もご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。あ、これ本当にタイムラグひどいよね。あ、消しましたよ。あ、そうだ、ごめんなさい、写真撮るの忘れてた。いや、まだ始まってないんで。え、忘れてたも何もまだ始まってない。いい、このほら、カラーを。よし、よしよし。はい、いい感じですね。はい、はい、いきます。はい、はい、皆様こんばんは。はい、こんばんはです。しまーくインスタライブもっチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、今日は、はい、未紹介の、はい、ボア。まだある。まだあるすごい。本邦初公開のボアのシリーズをご紹介したいと思います。まだ、まだ20着ぐらいありそうだね、未紹介とことん行きましょうか。はいはい、はい、じゃあ本当にもうボア、はい、ささっと返した感じで、うんうん、ただ今日のポイントは未紹介が紹介がどうのっていうことではなくて、スーパーリーズナブル。はい、そうです ね、はい、とにかくお手頃、うん、お手頃だから軽んじてたわけではありません。お値段のいいテンションの高い商品ですらなかなか紹介できなかったので、最後の最後ね、うん、クリスマスの今日、まあ見ていただきたいっていうことですね。で、そんなにこう羽織もなんか、うん、いかにもコートっていうようななんかこう、うん、感じではなくて、うん、もっと軽く羽織れるものになりますので、うんうん、例えばでも本当に今年ちょっとあったかめだし、お車でも移動が多い方とか、うん、割と着やすい雰囲気のものなんじゃないかなと思いますし、うんうん、お気軽な感じで、うん、ものとして見ていただければと思います、うんうん、そうですね。常にこう軽く羽織る感覚、10万20万しようがもうそこら辺にね、コンビニとかに買い物行くぐらいの距離感でも着ていきましょうよっていう部分とある意味一緒だけどね。そうですね、うん、本当にお手軽に、うん、で突然ね、そこのコンビニファミマ行くのに羽織って雨が降り出したら、それをもう傘代わりに頭からかぶってもいいじゃんっていうぐらいのね、はい、扱いで着ていただければなと思いますね、うん、日常に即しています。はい、はいはい、じゃあ行きます。はい、はい、じゃあまずは、じゃあベストから参ります。ベストまだあった。はい、あら、かわいいじゃない。そうなんですよ、こちらがまだアリンコか。そうなの、ホワホワボアの、ベスト、うん、これダウンベストですね、うん、ダウン80、フェザーが20入ってます。いやいいね。そうなんです。でフードはこの、うん、ダウンっぽいこのキルティングになっていて、身頃がこう
ダンプじゃなくてダウンです。ダウンです。年末今日ちょっとおかしい、いろいろおかしかったんです。脳みそ狂ってんの。で、あの、はい、見頃がボアになっております。はいはい、こういう感じで中は黒になります。はい、そうですね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。あら、いいじゃない。ゆきんこみたい。そうなの、うん、ゆきんこに見えるってことは。すいません。寂しさと二人ぼっちに見えるってことかしら。あ、いいじゃない。かわいい。うん、かわいいかわいい。うん、よいよい。ああ、そうだね。もうちょっと中にサホカロンとかあのつけまくって、これで鎌倉に入る。お餅を焼く。みかんを焼く。はい。なんかズビズビしちゃうんですけど。うん、でもなんかいいよ。なんかいいですよね。うん、すごくいい。私もなんかあの実家の七つとか行った時は、うんうん、本当に日差しとかがあったかかったりするので、うんうん、で車での移動が多かったりするので、うん、もうこういうの羽織って、うん、もう雪着で十分行けちゃうぐらいの時が割とあるので、うんうん、そういった意味でも。あ、今年のお正月決まったじゃんスタイル。早い決まるの早い。あと決めんなよって私の正月を返せ。でお尻がほぼほぼ隠れる丈になります、うん、ここがちょっとこう、うん、あの、うん、なんていうか、なんて言ったらいいんですかね、これ、うん、素材になっていて、うんうん、ここのかここの、はい、ここの裾もすごく効いてます、はいはい、であのもっと絞ることもできます、うんうん、わりかし丈が長めなので、うん、本当に扱いやすい。いい感じ、いい感じ。いい感じですよね。うん、この身頃のポテット感が可愛いですし、うん、まさにこんな感じで着るものかな。うん、はい。で、白ベースなんですけど、この黒の配色の、はい、あのメリハリがすごく効いていて、うん、ボアなんですけど、うん、かっこいい感じになっていると思います。うんうんうん、いやいや本当に。おしゃれですよね。おしゃれおしゃれ。こちらダウンとフェザーが入ってます、うんうん、白黒ってやっぱりいいよね。あとファスナーとフード周りが黒っていうのがね、うん、非常に効いてますね。効いてますよね、はい、ファスナーも、うん、ここのレーンは黒だけど、はい、ここの金具は白とか、はい、うん、そうそう、なんかすごくそこかしこにポイントポイントがありますね、うん、はい、でファスナーを上げるとスタンドカラーになります、うん、こちらダブルジップになります、うん、こんな感じ。うんうん、よかよ。あら、よかよか。ちょっとおしゃれですよね。うんうん、おしゃれじゃなかったら君サルベージしないでしょ。ちょちょちょ。そう。なんとね、はい。電波が届かないところで。そうなんです。はい、メーカーさんのね。そう。はい。メーカーさんに、はい、ストックで見に行って、はいはい、もう本当になんかとにかく森みたいになって、うん、もう電波入んないみたいな、入んないね、富士山の樹海みたいになってるところなので、うん、そうそう、野生の動物が結構いるようなね、そうそう、もう迷子になったらもう誰も探しに来れないような、うんうん、そう、もう本当に電波立たないところ、ね、命綱腰につけてね、そうそうそう、入っていく感じ、ね、入り口からこうやって腰につけてこうやって見ていく感じで、はいはい、うん、もうあ、もういよいよ切れるなみたいなところに入っていくので、うん、そう、最初にパッチョンさん行ってニットだけで撃沈して帰ってきたね、はい、あ、いや、もうニットを見ていただけただけで大きいですでもこのモッチーさんをして羽織もんで撃沈して帰ってきたしね、はい、ボトムちょっとか、そうですね、うん、ボトムチラチラ、はい、いや、なかなかの、そう、シンコとコトキ行ったんだけど、もうほとんどボトムちょっとで撃沈したみたい。いや、もう撃沈ですよ。もう本当に迷子になる前に。そう、全員内地にです。内地にです。黒もいいね。はい、黒も着てみて。こちらお色違いの黒になります。これいいな。すごく。すごくいいです。いいですよね。さすがですね。ありがとうございます。本当にすごいよ。本当に、なんていうの、ちょっと褒めたい。本当樹海ですもんね。うん、よくそう探してくるなって、もう嫌になります。嫌になります。うん、ラックでいうと120センチ幅のラック上下2段のやつが50本ぐらいか。いや、50本じゃ効かないですよ。100本以上ありますよ、あそこ、うん。それ全部この、200本ぐらいあると、そう、秋冬のストックですよね。いや、
去年も一切そこにはなくて、こんな感じが黒になります。すごいよね、恐るべしだよね。あ、いいいいいいですよね、うんうん、ちょっとそれこそお帽子かぶってみたら黒だね。黒がない、うん、あ、ベレーしかない。うん、ベレーでもいいじゃない。あなたないないって言ってて最後の最後補給してないのね。まあいいか。あなた、あら、かわいい。帽子かぶるとちょっとかわいいね。おしゃれだね。おしゃれになりますよね、うん、垢抜けるね。あれ、あ、ごめんごめん。あれ、ね、ダウンベストなんですけど、このやっぱボアのこの優しさが、はいはい、ダウンベストって結構スポーティーな感じになりますけど、うんうん、この、ね、ボアの感じがすごくこう、いや、なんていうのかな、うん、いや、雰囲気を楽しくさせるというか、うん、いい感じ、マジでおしゃれですよね、はあ、あら、うん、すごい可愛いです、うん、これだったら置いてけぼり食わないで済みそうよ。置いてけぼりならないですか。うん、うん、電車来てくれますか。そう、来てくれるよ。こんな感じになります、うんうん、怖いもん。はい、はい、その上から何か羽織ったりするともう完全防寒になるしね。あ、そうですね、うん、ライナーベストみたいな感じで着ていただいてもいいのかなと。あ、その色もあるんだ。そしてえぐいね。3色目がカーキで、うん、カーキと紺、うん、結構しっかりしたカーキと紺の配色になります。はい、もうホットベストは大活躍しますよね、うん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 、あとね、もっちーさん、なんかホントベストは君のキャラにかぶってるのかよく似合うのよ。あ、ありがとうございます、うん、なんかほら、おこたにさ入ってなんか、言い方そう、座布団みたいな感じの昔のさ、ベストとかあるんじゃない。おはんてんみたいな。そう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 。で、なんか目の前にみかんがさ、積まれてて。なんか言い方が。あ、そう、すいません。なんかさ、懐かしい匂いがするんだよね、君がベスト着ると。茶色じゃないんですねって。あ、茶色、茶色というよりは、うん、これはカーキ。カーキですよね。うんうん、あの、深い深いカーキです。はい、いい色気のあるね、うん、グリーン系、グリーン系の深い。オリーブ、うん、グリーン、うん、でも結構その茶色じゃないけどブラウン入った深いカーキですね、うんうん、いい配色、こんな感じになっております。で、紺でカーキ、うん、ね、この配色綺麗だよね。いいですよね、ヨーロッパっぽい配色ですね、うん、そうです。今年はね、本当にありとあらゆるところでイタリア的な配色が見直されてるっていうんじゃなくて、そういう配色を楽しもうよっていう雰囲気になってきましたね。そうですね、うん、なんか色、差し色とかも結構ビビ、うん、なんていうかな、うん、イタリアっぽいビビッですね、うん、そうそう、そういう配色で着ようよっていうのが、まあ俗に言う一般的なトレンドになってきた。もともとのかっこいい配色って日本には馴染まないのか、あのマス化するにはなかなかちょっとおしゃれレベルが必要じゃない、うん、そこのところをいよいよ国内的にドメスティックにファッションやっていくには難しくなってきたのかもね。あまりにもダフダフな。あ、で、それで色を、色のメリハリみたいなのが、要するにそうです、そうです、そうです、欲しくなりますね、うん、それで配色を楽しもうよとかね。確かに、はい、まあ、そういう意味でね、少しあのおしゃれ度数が上がってきたかなって、全般的にね、うん、でも、まあそれがスタンダードになるってことは絶対ないけどね、うん、でもなんかあのなんていうか、あの いい意味での色と色を、うん、色のものを着て、うん、例えば小物は全部黒とかだけじゃなくて、うん、ちょっとどこかになんか配色入れたいなとか、そういうなんか欲求は少しだけ出てきてました。あ、私が、うん、あ、まあいいんじゃない手袋なり、うん、なんかにちょっとビビッドな色入れたいな、うん、みたいな欲求がちょっとだけ出てきたりは、うんう
それはもうね、それでいいんだね、うん、何かがつまんない、だからこうしようっていう部分って大事なことじゃない、うん、何気に、ね、うん、そこからまた少し一歩前に進むファッションをさらに楽しみたいってこと。でこちらがカーキになります。いい色、いい色ですよね、はい、こちらがですね、うん、3色になります、うん、白黒カーキです、うん、中段が入ってますね、はい、ボアプラス、キルティングの中は段です。でサイズ的には白と黒が38でこちらが40サイズになります、うん、あんまりさこのデザインだったら少しゆったりめでいいね、うん、ベストなのであまりサイズ感がない感じがします、はい、こちらお値段が 24,200 円です。 24,200 円、はい、はい、もう一つベスト、うん、頑張るなは、ボアのちょっとロング丈ベストです、うんうんうん、後ろがキルティングになってます、うん、それもダウン、これは中綿です、はい、中綿ですね。おお、なるほど。うん。なんかさ、帽子と足元が決まってるから、どういう感じでベスト着ても。決まるね。決まる間違いない、はい、間違えた選択しても大丈夫でもこういうところのラインとかすごい効いてるんですよね、うん、本当に何気ない、うん、ロングベストなんですけど、うんうん、なんかいやいや、なんかいいかっこよく決まってますよねはい、こんなモッチーさんでもおしゃれになる、おしゃれになる、うん、こんなもっこでも、はい、おしゃれに見える、うん、そんな一枚、はい、これがどうのっていうんじゃないね、やっぱり全体のコーディネートとしていつも言うように色をしっかり縦に作るとかね、うん、上下に色を同じ色を持ってくるとか、そういうことで全体のコーディネートってしっかりかっこよくできるから、はい、まあ、そういう部分のね基本みたいのをある程度意識していただければ、好きなデザイン好きなデザインで重ねるよりは、まあ形か色をスッと縦に流してもらうと全体にね、うん、特に秋冬春まではコーディネートが決まります。そうですね、はい、決まります、はい、でいい例ですねはい、いい例、前が、はい、ボアになっておりまして、はい、後ろがキルティングになります、はい、本当に何気ないんですけど、うん、とにかく着やすい、うん、軽くて、うん、全然ごわつかなくって、うんうん、とにかく着やすいです。これも上にコート着たらインナーになるね、ライナーに、ね、なります、なります、はいはい、こんな感じになります。いい、うん、なんかマドモアゼルって感じよ、なんかこう、はい、なんかマダムがこうガラガラ引いて市場に買い物に行くみたいな感じ。いやいや、そんなことないよ、もっと普通の人だよ知恵、うん、普通の若いミラネーゼがさ、そう、あ、ミラネーゼ、はい、はい、こちらのロングジレ、はい、こちら22,000円です、はい、22,000円になります、はい、スーパーお手頃が続いております。はい、普段、まだ逃げない感じ、普段この辺の感じはあまり扱ってないんですけどね、年末年の暮れ、まあ、こういうこともひっくるめて幅を広げて楽しむファッションガラガラポンですね、この時期はね、ですね、はい、こちらも中綿入りになります、はい、なんか結構似合うね君ややもするとちょっと渋いんだけど、やっぱりこれも足元のロングブーツと白のライン、そして頭のキャップ、ベレーの黒が効いてるのかな、その上に羽織るからややもすると渋いデザインなんだけど、
渋くなんない、うん、かっこよくすら映ります。今こういうラインの入り方とか、はい、やっぱり効いてます。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ちょっとしたことなんですね、うん、渋く見える感じのものもそういうコーディネートで全くガラッて変わる。これがやっぱりファッションの楽しさ、うん、これをダラズルって着るとちょっと言葉悪いんだけどおばちゃんっぽくなるような一枚で、やっぱり冬の白って聞きますよね、うん、そうですね、はい、こちら前が、ちょっとこうなんていうのかな、うん、フリースみたいな、うん、フリースだと思う。フリース素材に、はい、キルティング、はい、中綿入りキルティングの重ね、はいはい、あ、はい、異素材使いになります、うん、フード付きで、うん、もう本当にさりげないんですけど、うん、もうバン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 使っていただける、うん、そんな感じのものです、うん、通常の感じで見るとさ、これでもかっていうぐらいファッション個人の意見としてはあのいまいちこう使いがキルティングとかさ、うん、好きじゃない扱いなんだけどね、はい、全体の風コーディネートとしてこうやって1枚重ねる分にはそれがああいいじゃんってなるね、うんうん、単独にねこれ1枚軽く羽織るだけっていう使い方でいいものなんだけれど、そうしてしまうとちょっとアダルト渋くなっちゃうので、ちょっとねかっこいい感じでとんがったぐらいの感じでこうやって合わせてもらうと、うん、ハッピーライね、ハッピーハッピーファッションになりますね。ハッピーハッピーになります、はい、ハッピーハッピーです。本当にさりげない感じなので、はい、こちら38サイズで 24,200 円になります、うん、ね、かわいいですよね、うん、なんかね、本当に、うん、本当に気遣いなく着られちゃう感じなんですけど、うんうんうん、でもそういう普段着の中の楽しさがあります、はい、うん、一つだけこれで割とドタッとしたロングスカートでこういうのを羽織ってる人って街中にすごい多いんだけど、ドタッとしたボトムで合わせては欲しくないかな。やっぱり着る立場になるとどう着ようが勝手じゃない、楽に着たいのよ、これもこれも好きなんだからっていう感じで大概皆さん着てらっしゃると思うんだけど、やばいこれをドタッとした感じのロングスカートとかで合わせるとね、やばいっていうのはもうしみじみとはなると思う。なので気をつけてほしいかな、はい、中をすっきりした感じで羽織る分にはこれおしゃれにすごいかっこよくなります。白いパンツじゃなくてもデニムでも、うん、デニムでもそうです、そうです。なるほど、気をつけます。ヨッピさんいつも大丈夫よ、完璧におしゃれしてらっしゃるから。うん、じゃあ次がこちらです、うん、なんかこのシリーズいいね、楽しいですよねよく探してきたねいや本当すごいよ、あなたあなた本当狼のようよね、嗅覚が。いえいえ、なんかよく見える。いやいや、だからそれしつこいけどスッと縦にこう白と黒でラインが流れてるから、何羽織ってもある意味着方は一緒なんだけど、はい、全体に決まるのよ。決まってますよね、うんうん、とても決まってます。そう、あらーって感じ。センスいい人は大体そうやって自然に着てるのよね。決まってますとか言わない、はいはい、お写真お願いします、はい、うん、そうじゃなくて着方、コーディネート、着こなしとして基本的にそういうのがもう骨格としてあるからね、はい、コーディネートの、はい、あ、ごめんごめん、モッチーさんがないってわけじゃないよ。あ、いいんですよ。いや、いつもやりすぎて楽しんでるよなと思はい、ですね、はい、こちらがですね、このボアの部分がちょっとこうピンクベージュみたいな、うん、優しいベージュ色に、うん、この白の部分がフリースになります、うん、で、こういったトリミングがベージュです、うん、ですね、うん、で後ろがこのようになっておりまして、うん、はい、割と長めだけ、うん、なんかカーディガンだね。あ、カーディガンですけど、扱いはね、高い、うん、違
扱いといてよ、カーディガンっていう感じで着てもらうといいかもね、はい、もうサラサラっと羽織っていただける感じで、うんうん、すごいなんか可愛い、うん、でお袖がラグランになります、はい、割とサイズフリー、フリーですね、38ですけど、うん、フリーです、うん、あら、なんかちょっとコザックになってきた。そうですね、うん、服を上げると、スタンドカラーになります、うん、とてもおしゃれだわ、配色最高、なんか素敵ですよね、うんうん、値段びっくりなんですけど、うん、ちょっとなんか色合いとかデザインが楽しい、いやいやだから面白い、すごく面白いですよね、うん、こんな感じで良い、あったかいです、うん、もう皆さんに、何がというわけじゃないのね、カーディガンという感覚で着てほしいですっていうだけの話です、はい、でこちらはお色違いがあります、はい、ステッケ、うんうん、ね、面白いね、配色がね、はい、ちょっと想像もしてない感じの、そうなんです、とても軽そうですね、着やすそうって、すごい着やすいです、うん、中にいっぱい着込めますね、うん、これ値段聞いてびっくりしますよ、うん、年末にさ、君またサブネーム一つ増えたね、サルベージモッコなんかかっこいい、かっこいいよね、皆さんサルベージハッタハンターモッチ、あ、いいな、ハンターモッチもいいな、サルベージハンターモッチこれもいいよ、これもいいですよね、うんうん、この色もちょっと鏡見てみる、うん、いや、よかよかよ、それなんかあのブラウンのブーツで今黒でね、上下締めてますけど、はい、今回のシマークオリジナルのブラウン、足元にブラウンちょっと持ってきてみて、うん、それそれ、うん、ブラウンでお帽子をブラウンに変えてみてください、あら、ハイカラさんですよね、イタリアな木工古桂師、古桂師はい、はい、どういうわけか日本の古桂師が輸出されてイタリアの街角でなんかマネキンになってます、そんな感じです、素敵、素敵ですよね、うん、照れんね自分に、すごい感じのいい配色と異素材使いの、うん、これいいじゃん、いいですね、うん、すごいおしゃれ、うん、こんな感じに、いや、めっちゃいいよ、おしゃれ、おしゃれですよね、うん、こんな感じで帽子が七難隠すって本当だね初めて聞いたんですけど、あ、そう、すいません、こんな感じになっておりまして、はい、いや、これも四日やね、お、四日四日だよね、え、おしゃれですね、あ、このスタンドだったらいけるね、いけますか、うん、なんか本当に完璧かっこいいスタンドっていまいちじゃん少しこうリラックスしてるぐらいの、でも思い切ったこの高さ、うん、とにかく着やすいです、うん、ハンターもさすが、ありがとうございます、うんうん、これね、変な話、誰でもいけるね、これは、うん、かっこいい、うん、すごく良い、うん、すごく良い、すっごいかっこいいです、まさに色合いがイタリアなよ、ですよね、うん、茶系と、うん、いやいや、本当、はい、もっと着やすくて、あったかい、あちゃー、よかよかよか、うん、本当にこれおすすめの、こちらが、うん、生地の厚みはどのぐらい、暑くないですよ、全然暑くないんですけど、だからカーディガンぐらいの感覚でって、ちょっとごめんね言ったんだけど、しっかりカーディガンより全然しっかりしてます、全然コートだね、はい、薄手のコート、ダンボールニットを秋と春はやるじゃない、ダンボールニットの2倍ぐらいの厚みあるね、あ、そうですね、うん、はい、ダンボールニットよりは全然暑く感じます、はい、良いです、はい、こちら38サイズで29,700円になります。これでやらせの通販だったらもうみんなが、女性たちがわーとか言って安いとか言って拍手いっぱい。これはおしゃれです。これもね、いいね。あ、
開けた感じがかっこいいよ。開けた感じがかっこいいですか、うんうん、なんかそこにガンベルトでもつけてたらさ、あすごいじゃん、さすらいの輪っかのベルト、そうそうそう、なんかイメージがあんまりいい方向にいかないねでもかっこいい、かっこいいですね、はい、ラジもちょっと楽しいです、はい、これはもう究極イタリアンカラーだね。で、紺の、うん、いろいろありますね。そうなんです、あら紺のボアとキルティングの、うんうん、MA1 のロングタイプですね。はい、中綿コートになります、うん、これなんか中綿っぽい、そのモコモコ感がありますね。なんか俺キルティングってさ苦手なんだけど、やっぱりコーディネートが全てを左右するね。うん、うん、悪くない、なんか良い、悪くない、うん、こちらお袖がグレーで、はい、他が紺、はい、でお袖のごめんなさいここアイロンかけれてないんですけど、うんうん、お袖のトリミングもグレーになります、うんうん、こんな感じで、うん、これ本当にあのちょっとモコっとしたあったかみがあって、うんうん、そうそうそう、すごくこれも便利って皆さん言われる一着だね、うん、いや本当着やすいです、うん、この MA1 のロングってありがちなんだけどね、今どこにでもあるんだけど、やっぱりこの全体の雰囲気かな、うん、なんかいいですよね、うん、あの作り込んでない感じもあって、うんうん、それがすごく、はい、いかにもじゃないところがいいかと思います、はい、うん、こちら、はい、38サイズで、はい、22,000円でございます。貯めただけあるねこちらこちら、はい、はい、22,000円、22,000円、ブラウセルですね、あったかいです、すっごいあったかい、サルベージモッコ、さすがだね、よかったです、黄金の輝きサルベージちゃん、サルベいやいやいや、ここはあんまり綺麗じゃないから、サルベちゃんで一番本日のなんか最後に着たかった、そう、うん、のがこちら白のボアのコートになります、うんうん、個人的にはこれが一番好き、あ今日の格好にね、はい、中が焦げ茶になります、うんうん、これはね早いもん勝ちだね、あ、やっぱりいいわ、これめっちゃ可愛い、いやいや、うん、俺今日のスペシャルこれがいいと思う、これは早いもの勝ちですね、うんうん、早いもの勝ち、はい、それでブラウンのハットかぶってるからまた足元ブラウン置いてみて、もうブラウン、黒どっちでもですね、合わせはね、裏地が焦げちゃってるところ、うんうん、だからもうブラウンで、ブラウンで、うん、100点満点じゃない、はい、じゃあ個人的にファッションさんはこれが本日1番で、さっきのあの紺が2番かな、あ紺が2番、これだな、 あっちの配色、イタリアナの、そう配色、これあのここが白で、うん、ちょっとこういうキルティングのところがやや、うん、なんかグレーベージュみたいな色になっていて、うんうんうん、この微妙な色の違いが面白いというか、うん、聞いてます、うん、あの収まりがいいの、デザイン的なね、うん、そうそうそう、こんな感じになっています、これがね、もうめちゃくちゃ本日スーパーフードもボア、これガウカも何か、ここだけか、あちょっとわかんないですけど、うん、見た時は1点しかなかったですけど、ね、あじゃあここだけだ、これいいですよね、はい、うん、これすごいいいと思いますよ、本当に、うん、いやいや本当今年はしかもお値段超びっくりなんですけど、うん、今年は本当にコートの当たり年ですねと、どれも心揺さぶられるって、もう YK さん10着以上買っていただいてるんじゃない、ありがとうございます、ね、ね、かわいいですよね、うん、モッチーさんお似合い、かわいい、私がっていうかコートがすごいこう出来が良くて、う
可愛いですよね、うん、この、ね、全身白コーデもやっぱりこういう素材の違いがメリハリ効かせますから、うんうんうん、ヨピさんもいっぱい買っていただいてるけどこれ似合いそうじゃない、うん、可愛いと思う、ね、絶対可愛い。なんかこれねカジュアルに着れますので、うん、本当にこれはおすすめです、うん、フードもボアっていうところが可愛いですよね、うん、これねおそらくね早いもの勝ちですよ値段言った瞬間。これちょっとびっくりしますね、うん、これあったかいし、うん、引っ張れ引っ張れますしそうそうそういやこれねあのマジでお値段ご覧になりました。ここにかかってる、いや見てない、ここに、ね、かかってる段階でもうこれ一番と思った。お値段聞いてびっくりです。いやおそらくそうなんだろうね、はい、だいたいあのこのブランドだとレスピーギさんなので3万2000円から3万5000円ぐらい。あー惜しい惜しい惜しい、もっと安いのは間違いないね。その安いのは間違いないですけど、はい、行きます。え、2万4、5千円、微妙、うん、お値段、はい、こちら40サイズになります、はい、こちら、はい、なんと引っ張る、はい、はい、2万2千円です。マジマジマジかマジです。はい、あのお取り置きよかったらしてください。誰か、びっくりですよ。2万2000円2万2000円、税込み2万2000円です。わけわかんないメーカーだよね、はい、いつも言ってますけど、ここに関してはローさんに関しては仕立て、あのパターン、あパターン縫製、あの素材感がもうスーパーリーズナブルで、そこのところはもうどんなブランドよりも圧倒的におすすめポイントなんだけど、うん、レスピーギはわけがわかんないっていうことにおいてはもう圧倒的わけがわかんない、ね、このブランドね、なぜこのお値段なんだっていう、うんうん、そのわけのわかんなさ、スーパーおすすめブランドです。はい、マジか、めっちゃおすすめ、白を楽しく気軽に羽織れます。マジか、マジ、部屋着にしてもいいくらいで、外に、うん、着る毛布って感じで。いやこれは一般的によ、はい、普通にどんなとこにでも着ていけるよ。あ、そうですよね、うん、本当にもちろんですよ。やっぱり格ってあるけどね、行くお店の場所のね、どんな天格のところでも気持ちが冷めることはないと思う、うん、ちょっと恥ずかしい、あこれ着てこなきゃよかったって。あもう全然ちゃんとボアも厚みがあって、うん、そうだから本当にかっこいいです。価格の2倍最低2倍に見えます。見えますよね、うん、これはちょっとびっくりでございます。うん、5割引きの値段みたいなね、はい、はあ、びっくり、うん、ちょっとね一度お試しください、うん、ぜひです。そんなところかな。そうですね、今日は進行タイムでやるって言ってたけど近いもんがあるよ。そうですね、うん、そんな感じで、はい、いいと思います。それと個人的にパス、あと最初のベストも良かったね。最初のベストも良かったですよね。じゃ あの聞きます。私のベスト3はその最初のベストと今のそれとそのハイソクね。あ、もう一回手に持って。でも一緒ですね。ダメダメ、別の私のベストやってえー、あ、そうだ、1点だけダウンをご紹介するんだった。もうこのおすすめベスト3を被らないようにやってください。1点だけダウンをご紹介します、はい、もう本当にシンプルなものなんですけどね、はい、あ、それちょっとアイロンかけてなかったですね。すいません。いやいや。確かにくちゃってなくて。はい。シマークでは各店、全店舗ですけど、全店舗って、あの各店入荷きれいに仕上がったものも全部あの送られてきた段階でシワとかにやっぱり出てあるので、そのシワ等は全部入荷と同時にアイロンかけて、横またそこで横置きしたりをするんですけど、一回きれいにまあやってます。あ、これかわいい。かわいいですよね。あら、これダウンコートになります。あらあら、これかわいいかよ。これかわいいですよね、うん、あ、俺ね、その白とこれと、はい、ベスト
さっきのイタリアン配色なくなった。おお。なぜならこれ誰でも似合う。いやでもこれうちのオリジナルのラップコートをベースにしたデザインだよ。ああ、そっか。前ほら 10年ぐらい前ラップコートのデザインあげたじゃない。ね、はい。あのこのなんか、うん、ふわっふあのふわっと感がすごい。そうそう、これおしゃれだなと思って、うん、内側に、うん、これリバーシブルですね、うん、あの内側にキルティングが入ってて、うん、外側は、うん、ダウンのキルティングが見えないような作りになっています、うん、リバーシブルであることはちょっと今初めて知ったんですけど、うんうん、あのあれだよ、うちのオリジナルだよこれ。そうですね、うん、ベース全部だからだ、うん、でもう本当にこのファサッと羽織った感じがスポーティーな感じにもいけますし、はいはい、うんうん、エレガントなスタイルにも合いますし、うんうん、もう普段着からお出かけまで、うんうん、もうあらゆる場面で着ていただけるコートになります、うんうんうん、ボタン止めてみてください。でベルトもついてます、うん、あ完璧に後ろだそこまで、ほらいいわけだ、迷わずベスト3になるわけだ。本当ですね、良かったです、うんうん、だってそうだね、うん、まんま気がついてないし散々ねやったデザイン、やってきてるデザイン10年ぐらい前にね、春物でね作ってもらうのにデザイン渡したんだよね。冬もやっていただきましたね、うん、そうだ冬もやってもらったんだ、水道のね、はい、あ、いいわけだよ、はい、いいね、またこのダウンになって厚みがふわんふわんが出たことで、うん、またこの良さがね、うん、いきます。でまたこの生地がちょっとこの張りのあるこの、うん、なんていうか感じみたいな、ね、が、はい、このこれがこの生地感のこの張り感がすごい、うん、いい感じです、うん。これ良いよ、これはほどほどしそうね。あ、ほどほどします、やっぱり、うんうんうん、リバーシブルの部分もありますね。ネイビーですか、ブラックですか。ネイビーです。ネイビーです。これはもう絶対いいわ。うちのオリジナルのデザインなのにモッコさん全然気がついてなかったです。ピックアップしてきてももうなんか感覚的にかかってた時に、うん、うん、あ、そんな感じ、そんな感じ、深く考えてなかった。いや、うん、これはいい。皆さんご存知のシマークオリジナルの、デザインをそのままこちらの会社に、渡して、オリジナルをまたねかなり作ってもらったんで、前にそうですね、はい、完璧に。あ、これいいね、本当に今日の一押しだ俺。あら、断然一押し。うわ、内側もいいですね、うんうん、うわ、これ逆に言うとうち色とか入れて相乗りして作ってもらえばよかったね、うんうん、このキルティング側で前がこういうフラットな感じになって、はい、自然にウエストシェイプみたいな感じになります、はいはいはい、ファッション本日の一押し、おお、これ迷わず断然いい。マジか。さあモッコのベスト3、うん一緒戦えよ、一緒かな、戦えよ、そんなところですり寄ってきたらダメよ、通せしくしく、これあの外側もベルトループついてますので、うん、はいはい、さっきのベルトを通すことができます、はい、うんうん、うわ、これが断然一番、うん、かっこいい、かっこいい、うんうん、使いやすいです、うん、しかもエレガントだよね。そうですね、うん、はい、コンサバ系のエレガントにもなるし、うん、こういう感じで着るとモード系のかっこいいダウンコートって感じ、うん、で、いい紺色です、うん、すごくいい色、そうそうね、うん、余計な装飾もない、はい、はい、黒でもブラウンでも足元は合わせていただければ、はい、無理くり紺で合わせる必要もないけど、紺がお好きで紺の靴持ってらっしゃる方はもう紺を、うん、で、ワントーンで、素敵です、うん、流してもらうとより素敵かなと思います。良い、お値段いきます。サイズはフリーサイズです、はい、こちらは、64,900円です。あ、普通にいい、ちゃんとしたお値段 ね、だって、うん、
中ダウンで リバーシブル、マレーラとかだとこの辺が10万ぐらいになりますね、うん、まあ他のブランドでもそうかな。ダウン80、フェザー22になります、はい、うん、いやこれ一押し、もうこれ本当にめっちゃいい、めっちゃいい、フィッティング側がないっていうのもいいし、うん、反対と表と裏で全然表情が変わるので、うん、すごいいいと思います。あらららら、これもうなかった、1点しかなかったですね。あいつ聞いてみて、はい、あるよだったら、はい、うん、これいい、これいいですよね、すごくいい、すごくいいと思います。皆さんつい市場が絡みました。おすすめです、めっちゃおすすめです。これあったかい、あったかくなかったらやばい、そうですね、うん、はい、心があったまんないよ、実際にあったかくないと。で心があったかいと涼しいの着ても、心あったかくても寒いしね、寒いし、そうやっぱあったかい服いいですね、はい、うん、心があったかくて優しい気分の時に優しさを包むように、またこういうあったかい素敵なコートに身を包んでほしいです。はい、はい、そんな感じになります、うん、もうこれいいな、はい、はい、すごくてごめんなさい。じゃあ、うん、ね、じゃあ今日もご覧いただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あとは、水曜日の自由が丘ライブと木曜日 やんない、え、やる、だってパッションライブ最後ですよ、今年。そうか、じゃあグルーヴナイト、ファッションライブ、はい、年末グルーヴナイト、はい、それで今年のライブは締めますか。締めます。じゃあ木曜日はちょっと真面目に今から構成していきます。ここのところ手抜いてるわけじゃないんだけど、その場でやっつけ、いろいろ、いや、なんかご紹介がいろいろ、ね、うん、重なりましたからね、はい、じゃああと水曜日、自由が丘ライブ、新琴ライブで、木曜日はパッコとモッコのグルーヴナイト、ちょっと今回今年一番気合を込めて、じゃあパッションさんもやらせていただきます。楽しみです。はい、はいはい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。いきます、はい、 This is the ファッション、ありがとうございました。ありがとうございました。これいいよ、これいいですね、うん、良い、とても良い、ね、そのひっくり返した時の紺の光沢も綺麗よ。そうですね、うん、少しメタリックな感じ、そうそうそう、はい、メタリックな感じが、光沢が結構いいですね、うん、あららら、らこれいい、いちご店でやりたい、ごめん、ほざいた、長崎さんに聞いてみます、うん、聞いてみて、これあったらすごくよ、すごくいいです、うん、はい、そんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。いつもありがとうございます。